おはようございます。海の見える家からお送りしています。都会から逃げて9ヶ月が経とうとしています。昨年お世話になったアコムさんの50万残り数ヶ月で完済できそうです。前回免疫力高い系 YouTuber として豪語していた僕ですが、見事に風邪をひきました、普段の低音が重低音に変わって、なんか虎の威嚇みたいですね。もう今は順調に治り始めているところです。結構楽になりました。天気のいい朝はこんな感じで気分よく散歩をしています。それでは今日もよろしくお願いします。今日は土曜日、仕事が休みの日です。朝起きてまだ喉が痛かったんで、蜂蜜の白湯を作っていきたいと思います。食後のリラックスタイム、素晴らしいロケーションなんですが、どっぷり田舎に浸かっていると飽きるもんは飽きてしまいますね。買い出しに行ってくるのでサファリハットをかぶっていきましょう。最近は日差しが強いので紫外線に気をつけながら歩かなければいけません。母国語は難しいですね。特にリアルなコミュニケーションにおいては、頭の回転が遅すぎて何言ってるか自分でもわからなくなる時が多々あります。今日の昼飯はうどんにしましょう。ちょっとしたダイエットうどんでも作りましょうかね。最近はとても食事内容にこだわっているというか気をつけていますね。僕は生まれつき顔デブなんで、塩分を少しでも取りすぎてしまったりとか脂肪が増えたりするとすぐに顔に出るので、まずはそれを回避するために体脂肪をそもそも増やさないっていうことを心がけるようにしていますね。人参とネギとほうれん草のトッピング、かなり低カロリーです。サムネイル撮影のために髪を整えてナルシスタイム、前腕を意識していますね。顔痩せするためには全身の体脂肪を落とさないといけないんで、必然的に筋トレする羽目になるんですけど、まあ一石二鳥ですね。軽めにつゆをぶっかけただけなんですけど美味しいですね。美味しい時は空を見上げる癖があるようですね。ちなみにこれは冷たいうどんですね。駅そば好きだったんですよね。関東にいた時代はよく食べてました。卵をつゆに浸してパクリ。
さすがに多すぎたのでラップして後日いただきたいと思います。それではいきなりですが、僕の住処である五条のアジトのルームツアーをしていきましょう。こちらはハンモックです。楽天ポイントで購入しました。まあ、2000円台だった気がしますね。でもしっかりしています。これはカゴですね。相模大野で買いました。神奈川の、はい、こちらサマリーポケットですね。この風来坊の気まぐれ人間は移動が多いのでこういうサービスが助かっております。でこちらは、まあ、蚊帳みたいなテントですね。前の蚊帳はぶっ壊れたんで新調しました。パソコン、デスク、鏡、そして景色といい感じですね。充実した内容になっております。年金のなんかあれですかね。もちろん一応払ってますよ。一応、はい、ギリギリ提出ですけど、これ塩と一味、はい、いい感じ。ミニ三脚とシリコンスチーマー。ルームツアーは以上になります。ありがとうございました。風邪をひいた原因が多分わかりました。これスクワットを追い込みすぎて酸欠で気持ち悪くなった時の映像なんですけど、この時に免疫力が下がって風邪ひいた説が浮上しています。午後1時半、ルームツアーが終わってホッとしたのでゆで卵を作っています。最近こればっかりでご飯が全然楽しみじゃありません。穏やかなスカイブルーです。ここならではの景色ですね。今夜は晩酌でもしましょうかね。はい、こちらイカダにこびりついているムール貝を魚にしようと思います。楽しみですね。はい、こんな感じでプリプリしています。残り汁もいただきますよ。小松菜を切りまして、ソーセージも切って、さっきの残り汁に投入して、まあ、いい感じの野菜スープみたいな感じに、しました。ニンニクも入っていますんで。完成しました。晩酌のあてです。こちらも割とヘルシーな仕上がりになっているかと思います。僕の部屋エアコンがないんで扇風機で頑張ってるんですけど、今年の夏乗り越えられるかわからなくてちょっとビビってるんですよ。ムール貝の塩気とオリーブオイル、その小松菜がいい感じに合わさってシャキシャキ美味しい。最高です。このムール貝の身も塩がしっかり効いていて、あ、酒に合いますね。アコムの借金を完済したらどうしようか楽しみが膨らんでいます。どんな旅をしようか、どこへ行こうか、どんなライフスタイルにしていこうか、そういう未来へのワクワクと焦りもあったりするんですけど、まあ、この富龍という今まで好き放題やってきた YouTube 運営からしてかなり評価の悪いガラクタチャンネルをどうしていくか、今後の方針を考えることが多いです。全て自分次第、自己責任、自由がありながらも不安もつきまとうっていう感じで、酒を飲みながら自分に酔っています。毎週土曜日のこの飲酒タイムを楽しみにやっております。この飲酒量が減ったのがめちゃくちゃでかいですね。画面に映るからには小顔を維持しなければならないっていう理由でトレーニング頻度を高めていったんですけど、そうなると食事内容も充実してきて、
なんか飲酒も必然的に控えることになってですね、ただ無理はせずに週一の飲酒で、程よくですね長く続けられるようなプランで肉体維持、顔面維持を頑張っています。ちょっと油断するとすぐに顔が膨れ上がってブサイクになるんで、もう紙一重ですよね。いかにコンディションを維持してごまかし続けられるかってとこが大事ですよね。ちょっといつの間にかナルシスタイムに入ってますね。この前腕個人的に気に入ってます。これ YouTube をやってるからこそなんか肉体維持がなんとか成り立っているっていう感じがしなくもないんで、 YouTube 素晴らしいですね。皆さんにも日頃応援してもらえて、もうそれがむしろやりがいになっていますからね。決してそのお涙ちょうだい綺麗事のこびまくっているわけじゃなくて、これ本心なので、はい。まあ、この1年なんとかこのチャンネルを復活させられないか、その旅やら田舎生活やら借金ライフやらいろいろお送りしてきましたが、見事失敗に終わったんですが、まあ、皆さんの応援がある限り僕は続けていきますんで、まあ、むしろ僕はこれしかできませんからね。もう動画を作ることしか脳がないので、できることを精一杯やっていけたらと思います。いつの間にか飲酒も終わりって、いや本当に素晴らしい土曜日です。皆さんもここまで見ていただきありがとうございました。はい、まあ、どんどん僕の動画を最後まで見ればエナジー湧いてくると思うので、みんな強いっすね。